はいどうもこんにちは、グッドカーライフチャンネルのぞみたです。ということで今回はレクサス新型 NX450H プラスバージョン L、 こちらの内外装を詳しくチェックしていきたいと思います。またしても華々しいデビューを飾ったミドルサイズ SUV NX、 パワートレイン、ドライブトレイン、そしてモデルバリエーション、どれも豊富な新型 NX ですが、今日は上級志向の1台をレポートします。チェックしたのは 450H プラスのバージョン L、車両金額は714万円、駆動方式はプラグインすべて四駆となります。ボディカラーはソニックコーツ、メーカーオプションはアドバンストパーク、デジタルキーなどの先進的なアイテムに加えて置くだけ充電、ムーンルーフなどを装着、販売店オプションも含めたら総額800万円オーバーとなりますが、国の補助金が50万円を予定しているため 350H との差額は実質60万円ほどになりそうです。ではまず 450H プラスバージョン L のエクステリアを見ていきましょう。フロントマスクの特徴はブランドシグネチャーのスピンドルグリル、先代よりもフラットにすることで表情全体のボリュームをアップしています。また空気の吸入率にも優れており、エンジンの冷却性能を向上、機能的な改善もしっかり果たすところがレクサスらしいポイントです。そしてメインフレームとグリルを一体にするアイデンティティは最近流行っているシンプルを体現したとも言えますね。なおバージョン L やスタンダードモデルには U の字のブロックデザインを採用、整然と配置された造形は洗練された印象を与えます。塊感もありますし、スポーティーな F スポーツとはまた違う一面も垣間見えて、これはこれでいいですね。ちなみにスピンドルグリルの下側の造形やサイドガーニッシュの形状も F スポーツとは異なっています。少しだけマイルドになって丸みを帯びた表情がバージョン L の特徴です。ヘッドライトは三眼タイプのフル LED、 コンパクトにした筐体とユニット内のブラックアウトによって引き締め効果を出してあります。なお 450H プラスに関しては三眼フル LED ヘッドランプが標準装備、ハイビームの可変照射機能アダプティブハイビームシステムもついてますし、すっきり収まったヘッドランプクリーナーも装備しています。お次はサイドに回って、ボディサイズは全長 4660mm、 全幅 1865mm、 そして前高は 1660mm となっています。プラットフォームの刷新に伴って一回り大きくなったんですが、リアはオーバーハングを少なくして軽快感を演出、その一方で NX らしいクーペルックなフォルムは新型でも継承しています。フロントよびリアの双方向から伸びるプレスラインがシルエットをあでやかに、そしてダイナミックに仕立てていますよね。とりわけリアドアから後方のセクションが新型 NX の見せ場とも言えます。ちなみにアウタードアハンドルですが、実は2色で塗り分けてあるのがポイント。今回の場合だと白黒のツートンカラーになっていました。あと E ラッチシステム採用も特徴ですよね。このあたりは後ほど紹介します。 F スポーツと異なるポイントはいくつかある中で、まずフェンダーアーチモールは樹脂パーツで構成、ただしディーラーオプションでボディ同色に変更することも可能です。正直800万円という金額を考えるとバージョン L でもカラードの方が合いそうな気はします。足元にはオプションの20インチアルミホイールを装着、ダブルの5スポークでダークグレーメタリック塗装になっています。ホイールデザインとしては硬派な印象で、足元の力強さを出すには最適ですよね。なおバージョン L は色違い含めると3種類のホイールを設定、今回のオプションホイールはお値段据え置きで選択可能です。リアの造形で注目したいのは中央に備わるレクサスのロゴ、来年初頭の発売を予定している新型 LX にも採用する手法で、これまでのモデルとは世代が違うことを表しています。新型 NX は内外装のデザインに加えて操作系統、動的質感までをもリファインした1台ですが、レクサス第7世代であることはブランドバッジを見れば一目瞭然です。後ろ姿はスタンスの良さと凝縮感のあるデザインへ進化、ソニックコーツがワイドなリアフェンダーを一層引き立てています。なおバンパー形状は F スポーツと異なっていますが、実はバージョン L にもグロスブラックの加色を装着、一見するとシンプルな構成に見えるんですが、さりげなく質感にこだわりました。リアコンビネーションランプもフル LED、 トレンドの一文字にするだけでなく、あえて真ん中のラインと左右のラインを分割する構造にしてあるんです。ライティングも非常に美しいですし、見事にレクサスクオリティで仕上げてあります。そしてナンバー灯も LED で2灯式になっていました。続いては NX450H プラスのインテリア全席からチェックしていきましょう。まずドアトリムに関してはこれ2色のコーディネートになってます。内装色このバージョン L は4種類あって、
ブラックもしくはブラックリッチクリーム、そしてダークローズで、今回のヘーゼルになります。でここの木目のオープンフィニッシュのアッシュ材ですけども、これもねなかなかシックでいいかなと。 F スポーツよりも個人的にはこっちの方がかっこいいし、なんかモダンな感じがしていいかなと思います。でこれが仕組みとして新しいんですけども、これ今までは機械式でドアオープンをもちろんしていました。ただし今回に関しては E ラッチシステムに変わっていて、これを押すことによってドアオープンできる、で普通に閉められる。でこれ車内の閉じ込みを防止するために電磁式以外にも普通に機械式でこれレバーを2回引いてあげると開くっていうシステムを採用してます。まあ、これも緊急時には使えますし、まあ、オーナーさんであればちょっとこの辺りは覚えておいた方がいいかなとは思います。バージョン L あと F スポーツもそうですけども、本革タイプになってます。これでも映像で見るとかなり明るい感じに見えますけども、意外とクリーム色の強いこのブラウンになってますから嫌味はないですよね。カニクリームパスタみたいな色味かなと思いますけども、でもこれルーフライニングも同じようにヘーゼルで、ここのピラートリムもヘーゼルなんですよ。だから単純にシートの色変えたっていうことじゃなくて、かなりこのヘーゼルに関しては内装全体でコーディネートがされてます。これ人気出ると思いますよ。めちゃくちゃいい。250バージョン L も迷っていたんですけども、実車を見て選べるんだったら多分バージョン L 買うんだったらこの色にしていたと思います。それくらい印象いいですね。まあもちろん黒とかはシンプルでいいと思うんですけども、でシート調整のスイッチもグロスの加色が入ってますし、ランバーサポートは 4way になってます。でステアリングに関してはこれ本革巻きになってます。結構サラサラとしたタイプ、長年乗ってたらちょっとこの辺りがテカテカしそうな感じではありますけども、手触りはめちゃくちゃ良くて、でレクサスらしくかなりグリップは太めです。あでもこうやってかけてみると意外と細いのかな。見た目は結構太いですけども、こうやって握ってみると意外としっくりくるサイズ感になってます。でサムグリップがありますよね。でタッチスイッチに関してはこれ今回新しくなりました。でそれと連動してタッチトレーサーオペレーションっていうのが入ってます。この目の前にあるカラーのヘッドアップディスプレイ、これも結構大型タイプなんですけども、今運転支援の情報が出てますよね。で今からステアリングスイッチ触りますよ。そうするとこんな感じで今画面表示変わったの分かりました。これ私が今指をかけてるポジションどこなのかっていうのを表しています。だから走行中例えば運転支援を使うとか曲を変えたいってなった時に、今までであれば目線をちょっと下げてスイッチはここかじゃあ押そうっていう動作だったんですけども、目線を下げることなくブラインドで操作ができるっていう、こういうねまたちょっとハイテクというか画期的なシステムが入りました。でメーターに関しては液晶タイプ TFT の液晶になってます。でもちろん画質とかはいいですし、ただちょっと表示内容はやっぱ細かいかなっていう、もうちょっとこの真ん中のスクリーン7インチか8インチくらいのサイズだと思います。これを大画面でも完全フル液晶にしちゃって、で表示をもうちょっと分散させた方が見やすいかなとは思うんですよね。真ん中にちょっと凝縮されすぎて、例えばちょっと目が悪い方であったりとか車のことあんまり詳しくないっていう方はもしかしたらちょっと直感的には情報得られない可能性はありますよね。ちょっとこの辺りは要改善かなと思いますし、あともう一つ、せっかく液晶メーターにするんだったらこれはね、まあここにマップ表示してもいいかなと思います。その代わりにこっち大画面のモニターがあるのでこれで見ろっていう話なんですけども、まあ先進的な話で言うとやっぱ欧州勢に足並み揃える形でマップ表示とかも入れた方が良かったかなとは思います。細かい質感に関してはこの辺りはもちろんソフトパッドです。ただちょっとごめんなさい、本当辛口みたいな評価になっちゃいますけども、ここちょっとシンプルすぎますよね。なんか1本木目のライン入れるとか、こうラップランドするような形で包み込まれるような空間演出っていうのが欲しかったかなとは思います。のっぺりしちゃってるんですよね。このアッパーのインパネからロアのインパネまで全部1パターン連続性持ってますから、まあこれはこれで造形としてはいいと思うんですけども、ただ700万クラスって考えるともうちょっと装飾は欲しいかなと思いました。で今何気に見えてますけども、
これがね、個人的には室内で一番のポイントかなと思います。グレードによっては9.8インチと14インチがあるんですけども、今回の 450H プラスのバージョン L に関しては14インチのコネクテッドナビ対応のディスプレイオーディオプラスが入ってます。ディスプレイオーディオっていう名前がついてますけども、コネクテッドナビっていうのが非常にポイントで、これナビキットとかを入れる必要はないんですよ。トヨタ車ってよく10万円15万円でナビキットを買ったら普通にナビが使えるっていうシステムだと思うんですけども、これはトヨタレクサスが持っているデータセンターから地図のデータをここに反映させて、でそれでルート検索をできるっていうシステムを取ってます。まあ、簡単に言っちゃうと他にかかる費用はないよっていうお話です。しかもこのディスプレイオーディオプラス14インチタイプのものに関しては通常の車載ナビ、ここにデータが入ってるんですよ。だからデータが例えば受信できない場合であっても問題なく使えるよっていう、それがディスプレイオーディオプラスの特徴になります。操作性に関しては、まあ、Google マップとかと本当似たような感じでサクサクと動きます。このあたりは結構 CPU とかなんか良さそうな感じはしますけども、でピンチアウトピンチインの動作もスムースですし、押したところに飛ぶっていう、まあ、こういう機能ももちろんついてます。ちなみにこれテレビだとどうなるかっていうと、テレビにしてみましょうか。オーディオ選択でテレビ、はい、テレビにしてみるとこんな感じ。もうほぼほぼ大画面、おそらく若干ここの16対9ではないのでちょっと絞られちゃってますけども、ほぼほぼ大画面で楽しめます。でサイドにはスイッチがね、2つ並んでますけども、もうほんと最小限に抑えてる、画面表示を邪魔しないような工夫がされてます。で左サイドにあるこれを押すことによって、シートヒーター、あとシートベンチレーションとかこのシンクロ機能とかこういうもののポップアップが表示されます。で音声認識機能も入ってるので、ご用件をどうぞ。熱いドライバー席の温度を 22.5 度に設定します。おお、賢い賢い。ご用件をどうぞ。アンビエントライトを赤にして、イルミネーションをフレアレッドにして。おー、すごい。これ多分中の人メルセデス勉強してるでしょ。多分メルセデスもこれできるんですよ。あー、いい感じですね。結構だから表現の自由度はあるかなと。今使った感じだと結構使いやすい感じはしました。もう一つご紹介したいのはそのアンビエントライトなんですけども、これがだから一つ言いたいのは、アンビエントライト探すのにこれ慣れてないとどこにあるかが分かんないんですよね。この車両カスタマイズのイルミネーションというところにあるんですけども、これね、分かりづらいっちゃ分かりづらいですよね。あれ、しかもこれ照明って色変えられたはずなんですけども、あれカスタムってなかった？あったあった、カスタム。カスタムにしておくとこのカラーパッドが表示されますから、これ50色あります。これで自由に色を変更できます。でどこが光るんだっていう話なんですけども、ちょっと分かりやすいように真っ赤にしておいて、で今ここの E ラッチの部分、これ光ってますよね。であとこれ分かります、フットライトもアンビエントライトとして仕込んであります。あとはこのセンターコンソールの部分、ここもほらこんな感じでぼやーっと光ってると。もうちょっと明るくてもいいかなとは思いましたけども、まあでも新しいこれ50色ってレクサスでは初めてになりますから、いい感じ。これは嬉しいポイントです。まあそれ以外にも本当このモニターの中でいろんなことができるんですけども、これだけ喋っちゃうと多分1時間くらい私勝手に喋ってるので、まあちょっと割愛しちゃって、そのあたりは私 NX 買ってますからオーナーズレポートでご紹介したいと思います。あ、ちなみにエアコン関係はこれ温度に関してはダイヤルで操作できます。とりあえず温度だけあればオートにしておけば風量も一緒に変わるし、まあこれも非常に使いやすいかなと思います。ダイヤルもでかいですしね。でせっかくなのでアドバンストパークもちょっと使ってみましょうか。今シートベルトをしました。でここのスイッチを押します。でブレーキを踏みます。そうするとこれほらバックで出庫できるんです。今普通に並列駐車してる状態ですからね。これで開始を押すと、はい、ブレーキ離しますよ。もちろん周囲の安全確認はドライバーはしてください。その状態でアクセルじゃないブレーキ離します。交代します。はい、今これ車が
アクセル、ブレーキ操作。はい、安全確認しました。あ、なるほど、一旦ここで止まってくれるんですね。交代します。はい。あ、今後ろから車来てますけど、これどうなんですかね。あ、すごい、あんまりこう過敏に反応しないんですね。今後ろから車来てたんですけども、私もちょっとブレーキ踏もうかなと思ったくらい。あ、ステアリング操作、そしてシフト操作、あとアクセル、ブレーキ、これすべて今車がやってくれています。ハンドルを操作すると終了できます。あ、なるほど、要は駐車場のなるほど。でここでアドバンストパーク終了となります。これなかなかすごいですよね。もちろん並列の駐車もできますし、縦列の駐車出荷もできますよと。でしかもリモート機能がついている車であれば、車外からスマホ操作で遠隔駐車も可能です。そういうシステムが今回入りました。でシフトはこれ形状も変わってますし、まあ、もちろん本願なんですけども、バイワイヤー式になりました。だからさっきみたいな自動駐車のシーンでリモートで全部これシフト操作もやってくれるっていう。これが機械式だったらシフト操作は自分でやる必要はあるんですよ。でもバイワイヤーだから全自動でやってくれるっていう、そういうだからメリットもあります。でこの辺りはピアノブラックのパネルになってます。これはちょっとね、指紋が目立ちそうな感じしますから、マイクロファイバークロス必須かなと思います。ナビ拭くのもね、これは必要になってきますから、だからこの車買ったらなんかこういう拭く用のタオルは買ってください。でブレーキホールドついてますし、この車はプラグインなので、ここで EV ハイブリッドモードの切り替えなどが行えます。で奥にあるのはこれ別体型のディスクプレイヤーになります。でその下が置くだけ充電になってるんですけども、これ実は収納スペースになっていて、この下の部分にシガーソケットありますよね。であとタイプ C とタイプ A の USB ポートがついてます。でセンタームレストはこれ実は両開きになってます。こんな感じで、だから非常に使いやすいかなと思います。ただちょっとこれ噛み合わせがなんか悪いかな。乱暴にガチャンってやったら閉まるんですけども、そっと閉めた時にほら噛まない、これちょっと気になりますね。で中に関してはこれおそらくね、照明はないと思うんですよね。ただないんですけども、底の部分はフェルトが敷いてありますし、この周囲の部分はちゃんと植毛仕上げになってます。でグローブボックスに関してはキーホールがついていて、リッドはダンパー機能付きで、中は植毛仕上げになってます。ここもね、おそらく照明はないと思うんですよね。これもちょっと確認必要ですけども、グレード別でねつけるっていうことはないですから、多分バージョン L もないと思われます。であと今回のモデルに関してはデジタルインナーミラーがついてます。これで鏡面モードとデジタルモードを切り替えられる、まあ、荷物をいっぱい積んだ時なんかは便利だよねっていう話です。で照明に関してはもちろん LED になってますし、フロントだけでこれ4灯式になってます。でこの辺りのガーニッシュも全部ピアノブラックのパネルになってますから、質感はめちゃめちゃいいです。でバイザーに関してはチケットホルダーとミラーと照明があります。もちろん LED が使ってあります。で 450H プラスに関してはパノラマルーフのオプションはありません。ですから通常のムーンルーフになります。まあちっちゃいので、ここは普通にシェードはマニュアルになってます。でこれチルトとスライドができるようになってます。まあ、今回パノラマルーフもね開けられるっていうところで、今回そっち選んでる方も多いと思うんですけども、この 450H プラスに関してはこれ普通のハーフサンルーフになってますから、ここご注意ください。リアのトリムはこんな感じになってます。質感はフロントドアとおそらく一緒です。ここもちょっと硬めのソフトパッドで、その下もクッション性のあるソフトパッド。よく見てもこのオープンフィニッシュの圧縮材も変わってません。でラメの入ったガーニッシュも一緒ですよね。なので大差ないかなと。ただカーテシランプは後ろはなさそうです。あとスカーフプレートもありません。そこがフロントとの違いになってます。でシートはもちろん本革です。こういうパンチング加工が施されてますというところで、あとセンターアームレストもついてますし、結構大型タイプになってます。でこれ F スポーツがここのちょっと質感がと思ったんですけども、バージョン L も同じような質感になってますね。これは差別化してもよかったかなと。金属調のね加色入れるとかっていうところですけども、あとリクライニングは2段階調整に
なっていて若干倒せるよと、これまでも後席の快適性を上げるポイントになります。で運転席は私の身長175センチに合わせてあります。その状態で2ルームは拳大体4つ程度取れます。ですから十分な空間ありますよね。うん、バッテリーがあるからモーターがあるからといって居住空間犠牲になってませんし、この辺りはいい感じです。足だって組めるスペースありますからなかなかいいんじゃないでしょうか。ユーティリティに関してはシートバックポケットは左右についていて、エアコンの吹き出し口もついてます。でさっき言ったシートヒーターが左右席にあるといった形です。でその下には AC100V、 これはプラグインなので 1500W 対応と、あとはタイプ C のUSB ポートが2口あります。でここもランプついてますから夜間でも差し込みやすいよという形です。ただこれ F スポーツの時も言いましたけども、この車格この金額だったら3ゾーンのフルオートでも良かったと思います。温度管理をやっぱ前後でできるっていう利点は非常に大きいので、そういう意味では後席の快適性も出すんだったら、まあ、せめてバージョン L は3ゾーンにした方が、まあ、さらに良かったかなとは思います。でアンビエントライトは後ろも入ってますね。フットライトはおそらく入ってないかな、真っ暗になりましたね。なのでアンビエントライトとしてはリアはここに入ってます。じゃあラストラゲッジルーム見ていきましょう。ラゲッジルームですけども、これ F スポーツ同様に鍵持ってる状態でバンパー下にキックモーションしてやると、このようにハンズフリーで開きます。開閉速度も速いですし、これブザー音が最初オープンするときに鳴るくらいで開閉中は鳴りませんから、そういう意味でもなかなかいい改良がされてます。で実際にこれ荷室容量に関しては通常時で540リッターになります。結構広いですよね。うん、でちゃんと内張りもフェルト仕上げになってますし、まあ、いわゆるそのこういうクラスで求められる音対策っていうのはちゃんとやってあります。で正面に関してもここ入ってますよね。でこっちも入ってるし、であともう一つラゲッジのここにも入ってます。ですから3箇所あるという形になってます。あとここに AC100V の 1500W コンセントあります。だからセンターコンソールの配布とラゲッジにもあるということです。でこれが買い物フックになってます。これも両側についてます。でほらこういうサイドポケットなんかもありますよと。でこの床下収納のデッキボード、これが実は3ウェイで使えるっていう、例えばこうやってめくるだけとか、あとは奥にやってここで固定するとか、いろんな使い方ができるデッキボードになってます。で今これトノカバーをここに吊るしてありますけども、これ実は外しちゃって、で折りたためるようになってるんですよね。こんな感じで収納できるといいですよね。これなんか変にチューブラリーにならないっていうところで、で後席を倒す際は電動でやりたいところなんですけども、この車は確かオプションでもなかった、もしくは、まあ、ついてないかどっちかだと思います。なのでシートを倒す際はここのレバーを引っ張って前にパタンとやると、これね正直後ろからやろうと思うともう当たっちゃいますよね、このズボンが。なので雨降った日とかは汚れちゃう可能性は全然あります。ということでこれ全て倒してフルラゲッジの状態で荷室容量は1141リッターになります。結構広いですよ。確かこれプラグインだからちょっと上に上がってるとかなかったと思うので、空間としてはガソリンとかと同じ容量になってます。ただここのつなぎ目の段差ないですけども、傾斜は若干あるので車中泊とかを考えているのであれば、ちょっとなんか工夫は必要かなと思います。という形で、この 450H プラスもちろん試乗してますから、ぜひそちらもご覧ください。というわけでレクサス新型 NX450H プラスバージョン L 内外装編は以上となります。気になった方はぜひお近くのディーラーで見積もり試乗などされてみてはいかがでしょうか。はい、この動画がいいねと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。気になるあの車は果たして買いなのか。それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。